工場天主堂は、長崎県五島市の鳴門にあるキリスト教の聖堂である。国の重要文化財であり、ユネスコの世界遺産候補で2018年に登録審査が決まり、同年6月30日に登録が決まった長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産を構成する工場集落に包括される教会である。鳴門の西端近くに位置し、かつては中五島の中心的な存在であったが、過疎化による信徒の減少のため現在は、主任司祭はおらず、島の中央部にある、鳴教会の巡回教会となっており、普段は委任された、教会守が管理している。内部見学は事前に連絡しておく必要がある。谷口に建てられており、周囲は森に覆われている。そのため大雨が降ると、建物周囲を水が流れるため高床式構造になっている。内部の柱も腐食防止と虫よけ効果から下地にベンガラを塗り、その上からキメを描いている。ステンドグラスも手書き塗装によるもの。郵便番号 853-2202 長崎県五島市鳴町大串線 131AB 工場天主堂文化遺産データベース文化庁 AB 工場天主堂長崎県の文化財長崎県学芸文化課 AB 長崎天草の潜伏キリシタンが世界文化遺産に決定22件目産経新聞 https://www.sankei.com/life/news/180630/LIF1806300300038-N1 とHTML2018 年6月30日閲覧 AB 長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産に読売新聞 http://www.yomuri.co.jp カルチャー2018631と 1t5066 HTML2018 年6月30日閲覧工場天主堂長崎の教会群とキリスト教関連遺産長崎県世界遺産登録推進室。ありがとうございます。